アメリカのその教育ってなんかどんな感じなんですか？まあアメリカのあの高校、まあ、うん、まあ全ての学校はまあだいたい8時半から始まって、うん、あの2時半まで、まあ、短い。いいな。それ3時から結構みんなが帰ります。帰る、うん。部活動とかは？部活動あるけど、もうアメリカで一番強い選手だけ。あの先生たちは誰が一番強い選びます。じゃあ、うん、自分がバスケットボール部入りたいと思っても入れるとは限らない。私は入りたかったけど、うん、弱かった。私はあのオーディションみたい。それたくさんの練習試合して、うん、先生たちが見て誰が一番強いを、あの選びます。なかなか過酷ですね、部活動しようと思うにも。スポーツはであの重要なことです、まあ、で。そうですね、スポーツ大国ですもんね。うん、あの強い高校は、うん、あのスポーツの高校は、うん、あのもっとお金もらえる。へー、すごい。日本ってこう給食があったりとか、うん、あとは学校行くのも小学生とか登校班でみんなで一緒に行ったりとか、うんうん、結構だったんですけど、結構守られながら教育を受けてるなっていう実感があったんですけど、アメリカはその辺の制度とか学校、アメリカならではの仕組みとかありますか？私はあのバスで行きました、うん、学校のバス、うんうんうん、あのそれでバスでみんなが学校に行って、うん、アメリカはちょっと危ないだからバス、うん、多分あのそのあるたくさんの生徒が一緒に歩いて、それはちょっと危ないです、うんうん、なるほど。結構こう危ないことを前提にこういろんな守られながらアメリカも、うんうん、なるほど。でも給食はあの、うん、多分日本の給食はもっとヘルシーと思います。アメリカの給食はそんなに、うん、あの結構ジャンクフードが多い。そうなんですか、給食で、ピザとか、給食でハンバーガーとか、うん、すごい。でも子供だったら嬉しいかもしれないです。私、うん、給食ってすごい質素だなって、なんかつまんないなって思ってたんで、うん、まあ、私の高校はみんながあの、まあ、あの郊外に、うん、あの行ってもいいでした。ああのもし友達あの生徒があの、うんうん、昼休みに、うん、あのコンビニに行きたいならそれは大丈夫です、うん、マックあのファーストフードも食べに行っても大丈夫です、うん、なるほど。結構自由なんですね、その辺も、うん、自由でした。日本は結構もう学校の時間は絶対に出ちゃダメみたいな感じだったのでお金すら持って行っちゃダメでした。そのか買って買い食いとかも禁止でした、うん、あ、禁止。そう、いや私あの友達は授業にもた食べることは大丈夫。先生授業中？授業中。へえー、すごい、うん、ちょっと小さいやつ、あのおやつ。おやつ、うん、怒られないんですか？いや怒られない。やばー多分先生たちも、うん、あの授業に食べながら超自由ですね高校と中学校もあの生徒がもう髪の毛染めていいです。あの普通の色だけじゃなくて、あの青いと緑の、うん、まあ、もう大丈夫です。実はたくさんの人が赤ちゃんから、うん、赤ちゃんにピュースする。ピュースできるだけ。宗教的なものじゃなくてもファッション。ファッション。男の子でも女の子。うん、男の子でも多分にピュースある。日本は結構校則、学校のルールがすごい厳しくて、うん、例えばスカートの丈、うん、制服のスカート膝じゃないとダメとか、はい、まあ、それか買い食いしちゃダメとか、お金持ってきちゃダメ、携帯電話持ってきちゃダメとか、うん、結構いろんなルールがあるんですけど、あ、まあアメリカはあまりあの制服がない。あ、アメリカでこう先生が生徒を怒るっていうとどういうパターンがある、うん、あの、まあ、もし生徒が何か悪いことをして、多分あの生徒がすぐに帰られないです。あの月光から1時間あの教室にあの行けないです。うん、あの宿題する。勉強。うんうん、もうたまに生徒が、昔に生徒があの黒板に
黒板にこれから何々しな、しない、うん、謝ること、ええ、I'm sorry I'm sorry まあ50回ぐらい書く。で、あとに先生は、黒板に書くのは斬新です。でも私はそんなことをやったことがないです。まあ本当にすごく悪いことをして、校長先生の事務所に、校長先生はもっと厳しいです。厳しいことができる。私の学校は、私の高校はそんなに危なかなかった。結構安全でした。けどもっと危ない学校は多分セキュリティはある。そういう本当に悪いこと、何かやばいことをして多分警察も来る。海外のアニメとかでよくいじめっ子が男の子のパンツを引っ張って持ち上げるような絵があるんですけど、あるんですか実際？ああ、実際にある。あるの？そうなんですか？そんなに高くないけど、冗談だから多分ギャグだから友達とだけになんかこういうことする。それは本物です。アメリカの、アニメはちょっと頭の上に。それは無理です。それは無理です。昼休みにみんながいろんなことをしました。たまに友達とゲームボーイを学校に持って行った。それは大丈夫でした。大丈夫です。昼休みは大丈夫でした。僕の先生が見てもそれは大丈夫。隠れることはしなくていい。いや、それ日本でやったら親が呼ばれますよ。没収されます、ね、没収されて親呼ばれてごめんなさい。いやいや、アメリカの学校ルールは結構のフリーな感じです。1時間はまあ大体何でもできる。多分買い物して、新しい服を買って、また学校に行く。そんなことだった。それたまに午前より違う服を着る。ファッションチェンジを。家に帰っても OK なんですか？私はもうたまに家に帰った。いいな。ちょっとゲームして、また学そしてみんなが3時から、まあ、大体3時からみんな書いて、宿題がないから、すごいいろんなことできました、その3時から。大体どういう遊びをするんですか、放課後？放課後から、ゲームしたり、ゲームセンターに行ったり、普通の、自由ですね。普通のことしました。ストリートファイターがよくします。たくさんのポテトチップス食べたり、テレビ見たり、ゲームしたり。自由だな、いいな。なんか私の学生、その中学とか高校の時って勉強もあったし部活もあったから、なんか今より全然忙しい生活してたなって感じだったんですけど。まあたくさんのアメリカ高校生は暇です。暇ですね。特にその夏休みは3ヶ月ぐらいは学校がない、宿題もない、それは、6月から9月までは休みです、冬休みも長いです、冬休みは、3週間ぐらいです。もう休み、宿題もないです。でもなんでアメリカって学力高いんでしょうね。そんなに高くないと思った。でも有名な大学とかって結構アメリカだったり、私には学校の後に遊んだけど、勉強する人も人によるということ。はい。